皆様お待たせいたしましたご案内のお時間となりましたのでただいまより男性の育児休業活用促進シンポジウム男性の育児休業を積極的に活用してみませんかを開催いたします私は本日司会進行を担当いたします yab 山口浅井放送アナウンサーの八谷秀樹と申します本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします それではこれより第1部基調講演に移りますなおご講演の終わりに質疑の時間を設けます途中の内容で気になることなどございましたら最後にご質問くださいそれでは積水ハウス株式会社 ESG 経営推進本部ダイバーシティ推進部シニアスペシャリスト森本康弘様よりご講演をいただきます 森本様は1997年に積水ハウス株式会社に入社戸建て住宅・賃貸住宅の営業などを経て2018年からはダイバーシティ推進部で女性活躍の推進・働き方改革・男性の育児休業取得促進などを担当されておられますそれでは森本様どうぞよろしくお願いいたします はい皆さんこんにちはただいまご紹介にあずかりましたセキシーハウスダイバーシティ推進部の森本と申します本日はこのような貴重な機会を頂戴しまして誠にありがとうございますえっと今日はですねこちらのあ出てますかねはい <laughs> すいません男性育児で会社は変わるとセキシーハウス流男性育休活用法ということで約1時間 え、質疑応答を含めて、お話をさせていただこうと思っております。今日のお話がですね、お集まりの皆様の、企業、それから、まあ、組織。の男性育休の取得促進の取り組みに、少しでも、お役立ていただければと思っておりますので。どうか、え、一時間、お付き合い、くださいますよう、よろしくお願いいたします。はい、それでは、始めさせていただきます。 えっと、自己紹介はですねもう先ほどおっしゃっていただきましたので、えー、もうご覧いただいた通りということで、まあ、改めまして森本と申します、えー、1997年に積水ハウスに入社しまして今年で25周年ということですもう四半期、えーまあ、ここで働いているということですねで2018年からダイバーシティ推進を担当しておりまして、えー、今日お話しするですね男性育休の取得促進が2018年の5月から始まったんですが私が とダイバーシティ推進部に入ったのが同じ五月ですね一緒に歩みを進めてきたというようなことでございますはい、会社概要です事業ドメインを自由に特化したビジネスの展開ということで四つのドメインに分けて事業展開をしているいわゆる総合住宅メーカーですね浮世絵型ビジネスまあストック型開発型国際型ビジネスと具体的に申し上げますと えー、戸建住宅です。とか賃貸住宅の建築ま請、あ、負い建築ですね。これからリフォームもやらせていただいております。で、賃貸住宅を建てていただいたオーナー様のえー、っと賃貸住宅の管理です。とか、えー、賃貸募集とかですね。まあ、そこから得られる、えー、不動産費の事業です。とかまあ、分譲マンションの販売都市開発で、あのー、ここのホールもですね。実は純とベンチャーで弊社関わらせていただいているという風うにお伺いしております。 まあ、そういった都市開発もあってですねで国際ビジネスでは、えー、アメリカオーストラリア中国シンガポールイギリスということで、えー、少し前までは住宅メーカーってあのすごくドメスティックでですね国内の、えー、専業事業みたいなことをやってたんですけれども、えー、他の企業さん含めて今海外展開、えー、盛んに行っているという状況です。で1960年に、えー、創立しましまて 2020年でですね、創立60周年を迎えました。従業員数はグループ合わせて2万8000名を超えております。で累積建築個数が254万かと、あのご存知かどうか、えー、日本でですね、こういう大手住宅メーカー、えー、日本各地に工場を置いてプレハブ住宅、いわゆる工業化住宅としてですね、全国で、えー、品質が均一なですね、住宅を提供するような業態というのは日本以外にほとんどない。 えといいううふうに言われていますあの普通はあの日本でいうと工務店のような形でですね、えー、ホームビルダーというような形で、まあ、欧米なんかも展開しているということでこれだけ建築個数を伸ばしている企業はあまりないというふうに言われていますなのであの今日お越しの皆様の中でもですね関サービスのお住まいの方がいらっしゃるかもしれませんがもしいらっしゃればこの場を借りてお礼申し上げます引き続きよろしくお願いいたしますはい で2020年にですね、創立60周年を迎えたというふうにお伝えしました。で、弊社では30年を区切りとして、えー、フェーズ分けしております。なので、2020年からはですね、第3フェーズというふうに言い続けまして、2050年までの30年間を、えー、まあ区切りとしてですね、人生100年時代の幸せを追求するということで、えー、健康つながり学び お軸にです、ね、住宅からさまざまな価値を提供していこうというふうに捉えています。でこのビジョンをですね実現するためのサブビジョンとしてご覧の3つのビジョンサブビジョンを掲げているんですけれども、まあ、今日のお話はこの真ん中の ESG 経営のリニューカンパニーになると。 いうサブビジョンを実現するための取り組みというふうにご理解いただけたと思いますで、その ESG 経営ですねこの E と S と G これは皆さんもですね報道等でもご覧いただいているかもしれませんが E が環境 S が社会 G がガバナンスですねで、この S の部分にダイバーシティの推進ですとか働き方の改革ということが含まれていますセキサスグループではですね えー、推進テーマとして上の2つですね積水ハウスグループに関わるすべての人が幸せであることそれから事業を通じてより良い社会づくりに先進的に取り組み貢献し続けていることということをテーマに ESG 経営を推進しているということですはいもう少し会社外をお付き合いください、えー、マテリアリティあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、えー、企業の重要課題と。 セキセアスグループではこの6月にこのマテリアリティを再編成しまして5つから、えー、3つに絞り込みましたその中の1つがダイバーシティインクルージョン、えー、事業活動そのものと言ってもいいこのマテリアリティにですねダイバーシティインクルージョンを掲げて今展開を事業展開しているということでいかにここに、えー、力点を置いているかということを、まあ、社会に示すかということの表れだと思います。 このマテリア系を実現することによって従業員の幸せそれからお客様の幸せひいては社会の幸せを実現していこうということで第3フェーズのところでもお伝えしましたが人生100年時代の幸せを追求していきましょうということです、はい、でそのダイバーシーインクルージョンの考え方も少しお伝えしておきますまずダイバーシティはですね年齢や性別それから学歴や働き方考え方価値観 えー、障害の有無等々、えー、多様な属性や価値観が存在すると最近では性的指向や政治にいわゆる LGBTQ なんかも、あのー、すごく今話題になっておりますけれどもいわゆる多様性ということですねでセキシーハ征スグループではこの多様な、えー、ダイバーシティを前提としてですね次に右側ですねインクルージョン直訳すると包摂や包眼という意味ですけれども えセキサスグループではダイバーシティを前提としてえ社員一人一人がですねえこれに書いてありますけど4つですね目標や役割が明確で情報が共有されていることですとかお互いを尊重し信頼し合えているで主体的に参画し貢献している組織の一員として生かされているこういったことを一人一人が考えることによってですねえ職場の心理的安全性を高めていこうと。ここれをすることによって 一人一人の力を最大限引き伸ばして多様な力による価値の創造ということを目指していきましょうということが大前提にあります。でそのダイバーシンインクルージョンの考え方に基づいて3つの柱を立てています。女性活躍の推進と多様な人材の活躍そして多様な働き方の推進ですね。これら3つの柱を軸に従業員と企業はもに持続可能な成長を 実践できる環境や仕組みづくりに取り組んででいいるととうことですであの今日今からお話しする男性育休の取得促進の取り組みは多様な働き方の推進の方に一応位置づけさせていただいているんですけれどもあの今からお話しすることを聞いていただくと分かるんですが、えっと、何もこの働き方の推進にとどまることではなくてですねもちろんあの女性の活躍にもつながっていくということですね。 男性の家庭進出と女性の社会進出はもう表裏一体の話ですしで男性育休を取得する本人がですね一生懸命休むための準備をする休んで育児家事をするだけではなくてちゃんと休ませるためのマネージメントをする上司の働き方とか活躍ですとか休む人をサポートする側の同僚や部下の成長とか活躍 何かにもつながっていきますので全部つなながっってていいいるとううふうに思っていますなのでちょっと幅広い視野でですね今日はお話を聞いていただいてあこういうところもつながっているんだなということを想像しながら聞いて頂いければいいんじゃないかなと思っています。はいえー、ということで、えー、お待たせしました本題に入っていきます。 まず日本の男性育休取得の現状ですね先ほどもお話がありましたのでもうここはもう割愛させていただこうと思いますが2021年度男性の育休取得率は13.97とぐいぐいと伸びているような感じですけれどもちょっと前大阪に上っていきますと 0. 0. 何パーセントとか、ね、1もう血を這うような取得率ですね誰が取ってんねんみたいな感じなんですけれどもそれが徐々に上がってきているということですね。 でセキシーハウスは2018年から本格的に展開をしていきましたが2017年どうだったかということを、まあ、右下にちょっと申し訳程度に書かせていただいておりますけれども、えー、取得率こそ95%、えー、は言ってたんですが、えー、平均取得日数がわずか2日と、まあ、土日の休みと一緒じゃないかというぐらいの平均取得日数ですね、まあ、これでもやはり国に報告するために、えー、年給を取るぐらいだったら育休として申請してよというような感じになってたんじゃないかなと。 思いますあの数字作りのための取り組みみたいな、えー、感じだったんじゃないかなと、まあ、ここ、まあ、こういう企業はですねどう変貌を遂げていったのかということですよね、まあ、多分気になると思いますけれどもはいじゃあ、えっと、きっかけの部分です「えー、ラテ・ダット」というふうに書かせていただいております、えー、現在の積成、えー、ハウスの社長がですね中井義弘と申します。えー、2018年の2月に 社長に就任いたしましま就任後初の海外 IR、えー、と投資家訪問ですね海外 IR で欧州に行った時の話です、まあ、スウェーデンのストックホルムに、えー、のあストックホルムのですね、えー、投資家訪問あとですね少し時間があったので、えー、その現地のです、ねまあ、スマートシティというか、えー、スマートタウンですね それから街並み公園なんかを視察に行ったときに見た光景がこのような光景です。これ、イメージですあの社長が、社長や秘書が撮った写真ではなくてですねネットで買い取った写真なんですけれどもベビーカーをしている大人のほとんどが男性だったということですね、ここにあのかなり衝撃を受けたというふうに聞いております。まあ、私が見てもですね、えっと 多分そんな衝撃を受けないんじゃないかなという気がするんですがそこをしっかりとこう拾ってきた社長はすごく偉いなとあのちょっと偉そうながらお伝えしますけれどもこういったところにビビッと来てですねその後現地の政府関係者等と話を聞くとスウェーデンでは男性パパが実質3ヶ月の育休を取得することがもう当たり前になっていますとあの義務ではないんですけれどもえっと パパとママが育休を取れる期間というのはまあかなり長いんですがその中でもパパ,がとパパだけしか取れない期間ママだけしか取れない期間それが90日ずつありましてそれをあのパパも取らないとすごく損をするというような制度になっているんですね。なのでスウェーデンのパパたちはまあ損するから、えー、まあ損するかというかもちろん家族の幸せというところが大事なんですけれども取らないと損するよと。 いうことなんでほとんどのパパたちが実質3ヶ月の育休を取っているということですねなので街を歩いてもこういう光景が自然と見られるということみたいですで帰国後すぐにですねダイバーティ推進部長を呼ばれましてえいろいろと日本の男性の育休の現状ですとか積算、えー、スルグループではどうなんだというような話になりました。 で3ヶ月取ったらどうなるみたいな話もあったんですけれどもちょっと3ヶ月いきなりというのは、えー、正直しんどいというようなお話をさせていただいてですねじゃあまずは1ヶ月だったらいけるだろうということでスタートしましたこの間約1ヶ月半ぐらいの話ですねでもう社外に向けて男性社員1ヶ月以上の育児休業を完全取得ということを宣言させていただいたというような、まあ、いわゆるトップマネジメント、えー、強力なトップマネジメントのもとで 動き出したプロジェクトというふうにご理解いただけたらと思います。でその後1ヶ月から2ヶ月ぐらいの間でも運用開始を始めました、まあ、勢いが大事ですというところですね2018年の9月1日から運用開始とで取得対象者は、えー、っとこの本格展開を始める前からそうだったんですが3歳未満の子を持つセクシーハウスグループの社員ということにしています。で主な特徴として 一番、えー、と大きな特徴がこれですね、えー、取得対象者は皆さん、えー、1か月以上の育休を取れるようにチャレンジしていこうとあのこれ決して義務とは言ってませんが強くあの推奨するというような形で、えー、社内では展開していますから、えー、っと,とはいえですね1か月も休むとですねちょっと給料が下がるとか、えー、生活が苦しくなるというような経済的な不安をお持ちの方も当時多々いらっしゃったので だったらもう会社がそうやって経営戦略としてですね全員取っていこうと言ってるんだから最初の1か月は会社が有給扱いとして給料を出しましょうと本来であれば育休というのは会社からまあ企業からですね無給という形で雇用保険で育児休業給付金を給付申請するという形になります。 なので、会社から給料を出すとですね、育児休業給付金が出ないということになりますけれども、まあ、そこは会社がサラリーを保証しようということですね。でこのタイミングで、えっと、男性だけじゃ1ヶ月有給扱いというのは不公平の何者でもありませんので、このタイミングで女性が取得する際もですね、最初の1ヶ月は有給扱いとさせていただきました。でえーまあ、物理的にちょっと1ヶ月、 えー、連続で取るというのがやっぱ難しいという声もありましたので最大で4回まで分割取得できますよということで、えー、制度の柔軟性をここで高めたというような制度設計にさせていただきました、はい、であの最初の特徴のところですね全員取りましょうとこれがすごく難しいんですけれどもこれをやらないと普及しないだろうということで,で社長の熱い思いもあってですねみんな取れるようにしてくれと。 いうことで、まあそこの思いをどうやって叶えていくかというところで、まあ、意識改革をまずしていこうということですね。先ほどのあの社長の仲介のそのスウェーデンで見た光景とか、えー、グローバルビジョンの我が家を世界一幸せな場所にしたいんだと、そのためにはですよ。えー、まずは従業員とその家族が幸せであってほしいんだという熱い思いがまあ社長にはありまして、これを何とか社員に伝えなければということで、えー、開催したフォーラムがこちらです。 えっとまず冒頭ですね、えー、社長に10分、15分ほど、えー、ライブで、えー、その思いを熱く語ってもらいました、そこに参加したのは当時、えーっとまあ、人事情報でリストアップした取得対象者とその対象者の直属の上司ですね、招、えーまあ、集をかけまして、会場、東京と大阪は大会場を構えましたけれども、えー、全員そこに集めるというのは土台無理でしたので、えー、そのほかはウェブですべ、えー、てつないでですね、 えーまあ、生のメッセージを届けたとそれから、まあ、この真ん中にいらっしゃる方ですね、えっと、ファザーリングジャパンの安藤さんとおっしゃる方ですけれども育、まあ、ボスの推進ですとか男性育休の取得促進に非常に熱心に取り組まれておられる方でこの時ですね我々もこの安藤さんに出会いましたこの出会いが決定的な、えー、出会いになりまして、えー、安藤さんにお願いしますと、えー、男性でも えー、育休を取得するメリットとか意義とかを分かりやすく説明してもらえませんかとということでお願いして1時間ちょいですね、えー、お話をいただきましたそこからですねあのガラッと変わったわけでは全くありませんあのマインドが徐々に徐々に変わっていったというような感じですね今もやっぱし、えー、っと古いままのマインドの方もいらっしゃれば全く新しいマインドに変わって会社が変わってきたと。 思う方もいらっっしゃってと、まあ、ここがすごく難しくてずっとやっていかないといけないなというところですけれども、まあ、例えばですが従来の面倒として左側に書かせていただいておりますけれども、えっとまあ、有休あ年給、ね、取得も難しいのに育休,休なんて取れるわけないだろうとかですねあとうちは専業主婦で家のことは妻に全て任せていますと役割分担しっかりできていますとかですね私が育休を取る必要はありませんとか。 逆に妻から働いてきてほしいと家にいないでほしいとかですね、まあ、そんな話を言われましたとかですね、まあ、いろんな声が上がってきましたで管理職からはです、ね、ただでさえ人手不足なのに休まれると困ると、まあ、今もあの弊社の中でもこういうのはありますありますけれどもそうはいええー、やっぱしこうだよねこっちのが大切だよねっていうふうに持っていくというのが難しいですね、まあ、徐々にですが右側のマインド に変わってきてきいます、えー、例えばですが父親が子供に与える影響役割は重要ですとまあここには書いてませんが例えばですが子供からするとですね母親から育児を受ける権利しかないかというとそうでもないわけですねち。子供からすれば父親からも育児を受ける権利はも、えー、当然のことながらあってですねそれを親が勝手に放棄して、えー、性別役割分担意識の中で 私は働く私は家庭を守るそれってなんか変じゃないですかっていうような話ですよねで妻が仕事を持つ持たないにかかわらず家事育児をシェアすることは家族の未来像に攻撃を与えるとこれ後でご紹介しますけれども、まあ、そういったマインドに徐々に変えていこうということですねそれから継続的な啓発として、まあ、運用当初からイントラネットにポータルサイトを構築しました目的は2つありましたまずは えっと取得申請になった手続きですね、これが結構、煩雑でした、運用当初はですねもうすごいスピードで始めたもんですから、システムも何もなくて、ですねエクセルでフォーマットを作って、紙で打ち出して、それを提出、社内メール便で提出してとか、ですねまあいろんなことをやってたんですけれども、もうえっと数が多すぎて、ですね拉致が飽きませんということと、ミスをやっぱり連発するということもありまして、どん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 システム化すると。 というところでそのフローをちゃんと作り上げていくということが大事だということですね。であのこのイントラサイトの右側にですねちょっと見えにくいですが積キハウスグループのパパたちということで、えー、欄を設けておりますけれども、えー、取得事例をですねどんどん上げていきましょうということがありました積キハウスはですね、えー、っと職種が結構多いです、まあ、住宅メーカーですのでもちろん営業ですねそれから設計現場監督 から見積もり担当、まあ、管理ですけれどもからアフターサービスで総務それ、えー、から研究所工場本社その他もろもろと、えー、かなりたくさんの職種がありますで一番取りにくいだろうと言われていたのがやっぱり営業ですね、えー、お客様のご都合に合わせた形でですね、まあ、たまにはやっぱり休みの日もですね電話がかかってきて出社しないといけないとか。 今でももありますけどもあおもつ替えてるときにお客様から電話があってそのままお子さんをほったらかしにしてると妻から怒られたとかですね、まあ、そんまあそんなこといっぱいありますただ、えー、とトップセールスでもちゃんと育休を取って成績も上げてるとか現場をいくつも抱えてる現場監督でもちゃんと工夫して育休が取れてるとこういう事例をどんどんやっぱし社内に出すことによってあ取れるんだなと工夫したら取れるんだと逆に言うと。 取れないっていう理由をどんどんなくしていくです、ねまあ、食わず嫌いと一緒でいっぺん食べてみなさいと食べないうちからできないできない食べられないって言ってるのはちょっとおかしくないですかと、まあ、こういうのがチャレンジイノベーションじゃないですかっていうようなことを伝えているということですねはいで、えっと、ツールも整備していきましたまずはこの家族ミーティングシートですねこれあの当社のウェブサイトにも公開しておりますので ご興味ありましたら皆さんダウンロードいただくことができますで一番最初にですねこの家族ミーティングシートを使ってくださいというふうにお伝えしていますこれ何かと言いますと取得対象の男性社員がですね、まあ、育休を取りたいんですと、まあ、その前でもいいんですがまず家族でですねコミュニケーションを図ってもらわないことには話が前に進みませんといくら会社にですね育休申請しますと言ってもですね 役割分担どうするのとかですねいつ取りたいのとで取る目的はということを家族で話し合ってもらわないとそこは会社はノータッチ、まあ、タッチできない部分ですのでそこのコミュニケーションをまず図ってくださいとでいつ出得したいのかでなぜなぜといってもあの、まあ、産後8週生まれたての時に一緒に家事育児をシェアしたいという目的もあれば、えー、妻側がですね、えー、就業中で、まあまあ、育休 を取っているとで職場復帰のタイミングでパパに育休を取ってほしいとかですねいろんな目的があると思います。ここをですねしっかり、えー、決めないと期間がいつ取りたいのかっていうのが決まらないですね。でもっと言うとこの2枚目これもちょっとちっちゃくて分かりにくいんですけれども、えっと、家事・育児の、えー、項目をざ、えー、ら,だらっとですね並べています。でこれまでの、えー、っと役割分担がどうだっ だかっってていいうのままず話し合ってもらいます、まあ、あの見てると大概は妻側が8割ぐらい丸がついちゃうんですけれどもじゃあ何でこの家事、まあ、お子さんがいらっしゃらない場合は家事だけですけども何でこの家事は、えー、と妻側がやってるのかとかですねこの辺って結構あのコミュニケーション取ってないご家庭が多いですね相手がやらないから仕方なくやってますとか、まあ、あの男性側からすると例えばですけれども洗濯物を畳んでましたと。 で妻がそれを見てです、ね、無言で畳み直したとか,です、ね、なんか食洗機に食器を入れてたらその入れ方違うと言って全部出されたとかです、ね、そんなことをこうあるとです、ね、もうう二度ととやるか,とかっていいうう話を聞いたりしますこういうちょっとしたボタンの掛け違いで家事育児の役割分担って決まっていく過程が多いんですがここをちょっと紐解いていくとあそんなこと思ってたのとかです、ねえー、少しのか、えー、コミュニケーションでそのボタンの掛け違いが ほぐれていくという、まあ、適正に治っていくということですね。まあ、これをしないとですね。育休中の役割分担どうしましょうとか。もっと言うと、育休明け、職場復帰後にですね。ええー、役割分担どうするかというところまで話ができないですね。男性はあの、育休一ヶ月取ったら、もう取ったぞということで、よし、終わり。フィニッシュということで、男性の育児がそこで終わっちゃう。でも、妻側からしたら、そんなことで終わるわけがないでしょうと。 小学校に上がっても中学校に上がっても育児が続いていきますとここの大きなギャップをですね埋めるには職場復帰後の、えー、役割分担も含めてですねちゃんとコミュニケーションを図らないといけません、まあここが第一歩ということでこの家族ミーティングシートを当初から作りましたそれから、えー、と取得計画書ですねこれは会社に提出する書類です、えー、と上の部分は取得の期間とか分割回数とか 書くようになっているんですけれども下半分がですね上長との面談内容を記入するようになっています、えーまあ、1ヶ月も休むわけですからそれぞれの、えー、社員のですね業務がたくさんあるわけでその業務を誰にどのように引き継いでいくのかっていうことを、まあ、上長と面談して書くような欄になっていますそれをもとにですね同僚や部下に仕事を依頼して、えー 休む準備をしていくとこれを最初の休業日の1ヶ月前には提出いただくようにお願いをしていますそうしないと事前準備がなかなか済まないということもありますのでこの辺りはしっかりと出してもらうとで面白いのが右下にですねパートナーの署名欄というのがありますこれあの情緒と面談した内容を記入した後ですねいっぺんちょっと家に持って帰ってくださいとで妻に見せてくださいとこれなんでこんなことをしているかといいますとちゃんと会社で 休む準備をしていますと会社ぐるみであなたの夫を、えーまあ、育休で、まあ、東京都で言い方すると育業という形になりますけれどもちゃんと休む準備をして育休の準備をしてますよということを妻側に見せてですねあの署名を書いてもらうとでそれをまた会社に持ってきて上司に見せるわけですねちゃんと妻にも伝えて妻からよろしくお願いしますとかっていうコメントとともにですねこういうのがあると上司もあ ちゃんと休ませないとなっていうような意識にもなるとまあ、こういうちょっと工夫仕掛けをしているということですね。だからツールまだもうちょっとありまして、これ男性育休ガイドブックですね。えっと育休のすぐ完了者にはアンケートをお願いしておりまして、さらにはその配偶者パートナーにもですね。アンケートの協力をお願いしています。で、その中から得られたあのまあ、失敗談とかですね。えっと成功例とか。 こういう気づきとか学びが得られたよと,ということをまだ取ってない人これから取る人ですねに共有をするとで疑似体験してもらってじゃあさらにこうしていこうということの、えっと、社,員社内での経験値の積み重ねでより育休の質を上げていこうという取り組みですこれあの育休申請する際のシステムでですね最初のボタンを押すとですね自動的に パソコンンににダウンロードされるようになっていますなので、えーっとまあ、全部見るかどうかは別として、えー、その取得対象者のパソコンにこの PDF がダウンロードされるというような仕掛けを作っています。でそのシステムですけれども、えー、運用当初ですね最初は超アナログでやってましたということをお伝えしましたが男性育休システムと いう名前のシステムを作ってですね、まあ、そこにどんどん入力していけば、まあ、ちょっと一部やっぱり夏インとか家に持って帰るということなのでまだ出力しないといけませんけれどもシステムで入力をしていけばですねなん、えー、とか連携できるような形になってきました一番連携したかったのは勤怠システムですね、えっと、もちろん休むわけですから休業日を登録しないといけないということで勤怠システムに入れるんですがまああの 男性救急システムに入れた休業予定日を勤怠システムに連携できれば二度手間がいらなくなりますよねとかですねこの辺のシステム支援をやったということですねもう一つはあの2歳の誕生日を迎えてもですね取得計画書を出してこられない従業員の方々に対していつ出しますかとかですねなんか出し忘れないですかとかですねでそのえ所属の総務長なんかにもですね この方まだ出されてませんけど何か理由でもありますかというような取得促進努めてくださいというようなアラートを PC でポップアップで毎月賞取得計画書が出るまで毎月賞ポップアップが出るように仕掛けています、はい、でイベントも開催しております積算スのパパたち写真展ですねこれあのもしよかったら皆さんもあのやっていただけたら いいかなと思っておりますがきっかけは、ですき、ねまあ、今日とかもそうですけれども、社長まあ、右側があの社長の中居でございますが、社長がいろいろ取材を受けるときともです、ね、スウェーデンの話をさせていただくんですけれども、そうしてるうちにスウェーデン大使館からお電話をいただいて、ですね、えー、スウェーデン大使と一っちょっと対談でもしませんかというお声がけをいただきました。 でその対談の時に行われていたのがスウェーデンのパパたち写真展だったんですね、まあ、スウェーデンのパパたちが育児家事に奮闘する写真がまあザーっと展示されている写真展なんですけれどもすごくかっこいい感じでセキサスにできるかなと思ってたんですが、まあ、社長がまあこれやりましょうということでまた即決されましてサセセスでも今今年で3年目ですかね写,写真展をやっています、まあ、あの インスタグラムほど立派なものではないんですが社内で簡易なです、ね、写真投稿フォームを作ってそこに育休取得者がです、ね、自由に写真を投稿してそこにまあ見た人がコメントを入れるとかですね、まあ、あの家族写真は求めてませんと,、えー、っと育児家事に奮闘する写真を投稿してくださいということですね最初はあの家族写真で写真館で撮ったような写真も投稿されてるんですけどそれを見て あんまり面白くないのでとこれ何がいいかと言いますと普段バリバリ仕事している社員がですね家に帰るとこういう温かい家庭があるとかですねその先には守りたい家族とか愛する家族があるんだよっていうのを形として見せることによってあの無理なお願いをするとか残業をお互いもうなんかやりまくってどんどん仕事ばっかりしようと。 一日の終わりは仕事だよとかですね。そんなことではなくて、家に帰ったら、ちゃんと家に、えー、家でやることがあって。守りたい家族がいるということを見せていくことが。お互いの、まあ、助け合いの風土情勢につながったりとか。というところ、まあ、チームワークとかコミュニケーションの活性化につなげていこうというような取り組みですね。はい、で、先ほどもご紹介ありましたが、今年の10月、来月からですね、もう。 出生時育児休業ということで産後発習期間のですね男性育休の取り組み取得促進の取り組みが始まりますで、田アースでは少し先んじてです、ね、去年の4月から同じようなことをもうやっておりました男性産後発習給という名のもとにです、ね、産後発習の期間中に育休を取得したい場合はあの1日単位で分割回数関係なくですねまるであの年給を取得するかのように取れますよと。 いうオプションをつけましたこれなぜかというとですね、まあ、これは国もおっしゃってますけれどもなぜ産後発症なのかというところですねえっとまあ一番がこの産後うつの防止ということがありますで産後1年までに死亡した妊産婦の死因の第一位が実は自殺なんですね自死なんですねでその原因の一つが産後うつというふうに言われていますで産後うつのピークがですね産後2週間から1か月 まあこの産後8種の中に含まれているわけなんですけれどもここでですねあのよくあのもう40代50代40代はちょっと早いかもしれませんがいわゆるあの高齢の男性頭が粘土層と言われているような方々ってえっと部下から子供が生まれたという報告があるとですねあ,あ子供が生まれたかと。 よし仕事もっと頑張らないとなと頼むぞみたいな感じで肩を叩いちゃう上司がいたとしたらですねあのパパはですねよし頑張るぞということで残業いっぱいしたりとか自分は仕事頑張るから子育てよろしくねっていうようなことをママに言っちゃったりとかですねでこうワンオペ育児一人で育児をするようになって気がつけば産後2になってしまうというようなことがあったりそれで 最悪自殺なんですけれどもその手前とかでいくと、えっと、乳幼児虐待とかですねもういろんなもう悲惨な事件があの多々、えー、発生しているというのは皆さんももうご承知の通りかと思いますこの時期にですね私夫が妻に寄り添ってですね家事育児に関わっていくということが産後うつの防止につながあるということですねで2番目、まあ、同じような話ですけれども、えー、父親のサポートが最も求められる時期とで下にあのオレンジで囲っているところ なんですがまあ、これもあの母親の産後うつ防止に必要なことまとまった7時間睡眠と朝日を浴びた散歩と、まあ、なかなかできないですけれどもこれあの、まあ、そこにも書いてありますが翌日仕事がある父親に夜中の,夜中の乳、えー、授乳等を変わってほしいとなかなか言えませんという声がたくさん上がってきていますでここでですね で産後の母親にとってこの2つが初めて可能になって産後うつの防止につながっていくというようなことがありますでもちろんあの出産することによって母体がダメージを受けるというのはもう皆さん分かると思いますねで出産前と出産後のホルモンバランスも,もう180度違ってくると言われていますなので 体も心も心ですすねかなりダメージを受けていますそこで一人で育児をするっていうところがすごく大変だというのは想像していただければ分かるんじゃないかなと思います。で3番目ですね育児スキルの習得をスタートが肝心と特に第一子の場合はママも子育て初心者で不安だらけですとこれもあの運用当初ですね社内でもちょっと信じられない話もあったんですけれども。 えっと、ママはあの出産するとですねまるであのスマホにアプリをインストールするかのように、えー、育児のスキルとかノウハウがさーっとインストールされるだからできるでしょうできるわけないですねそんなのね、えっと、特に第一子の場合はわからないことだらけと、まあ、ママはもう出産するっていう行為をするので真剣にそういうのを学んだりとか人から聞いたりとかするんですけどパパはそういうのをしない人が多かったりとか。 ということになってくるといや分からないからできないよっていうことになっちゃうね。これをあの夫婦一緒にですね育児をスタートすることによって子育てを夫婦のものにしていくということが今後の家族形成に大きく寄与するとそれが下に書いてあります未来の家族の幸せのためにとこれ面白いデータなんですが女性の愛情曲線と言われるやつですね。あの 全員こうだと言ってるわけではありません傾向としてこういうことがあるということですので、まあ、誤解のなきようにお願いしたいんですけれども、まあ、あの結婚まではですね彼氏、夫の愛情が上がっていくんですが、まあ、結婚直後にまあ妊娠したと仮定してですねそうなってくるとママの愛情曲線で子供に向かっていきますとこ緑のうなぎ登りの線ですね子供に対する愛情ですねその代わり青い点線夫に対する愛情は下降の一途をたどりますと。 で、出産の時にですね、えー、っと育児、まあ、家事も含めてですけれども、一緒にやったグループとやってないグループで、明確にこの愛情曲線が分かれていくそうです。まあ、あの全員が全員そうじゃないっていうのを何度もお伝えしますが、なので、ここの出産直後に育児、家事をちゃんとシェアして、一緒に夫婦のものにしないと、えー、ママの愛情がどんどん下がっていくと。で えー、19年に行とかですねであの時手伝ってくれなかったことを一生忘れませんとかですねなんそんな話になってくるということですね、まあ、あのご記憶ある方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、そんな話です。はい、で取得状況と取得率ですね、えー、7月末の、えー、時点でですねセキセハウス単体ではありますけれども取得対象の男性社員は2513名。 いましたであの2018年の9月から運用開始したんですけれどもいきなりですね、えー、1ヶ月取るってってもちょっと準備もなくて難しいので実際には2019年の2月からはみんな1ヶ月取りましょうとそれまでの運用開始から5ヶ月間はですね別にまあ1ヶ月取れなかったら取れなくてもいいよとただ取るという行為をすることが大事なのでこの準備期間としての5ヶ月は まあえっと、取得日数は別として1日でもいいから取ってくださいという形にしましたで実際2019年の2月以降、えー、取得期限を迎えた、まあ、いわゆるお子さんが3歳の誕生日を迎えた男性社員は全員が1ヶ月以上の育休を取得した、まあ、それを今も続けているというような状況です累計1392名が1ヶ月以上の育休を取得しています はい、えー、ということで,ですね、ちょっとここから実際に取得した、えー、男性社員のですね、えー、インタビュー動画をですね2本見ていただきます。大体た8分ぐらいですかね、えー。それをご覧いただいて残りちょっと、えー、取得後アンケートの話も少しさせていただいてまあ質疑応答に入りたいと思います。じゃあちょっと一度動画を流します。育休取得前はですね、もう平日は何もやっぱりこうできなくて。 休日はこうやって子供と遊ぶだけっていう <laughs> え状態でしたが、当時は私はこれだけやってるのにとかっていう風にこう自分が自分がっていう風にお互いに主張し合ってたなという風にあの印象があります。今はあのお互いにここは頑張ってほしいけどここはまあしょうがないよねっていうようなそんなこう認め合いてるようなま状態かなとは感じております。育休をこう取ってくれたおかげで前はこう これをやってってこちらが言わないと結構動いてくれなかったりとかしたことが多かったんですけども取得後は結構自らこうした方がいいなっていうのを自分で考えて,もらってあのくれて、えー、と動いてくれるようになったのでそれはすごく助かってます仕事に関ししててはやっぱりとてつもなく不安でした営業という職になりますのでお客様に迷惑をかけてしまうというところと会社に迷惑をかけてしまうっていうところが やはり2つ大きな不安でございましたただ実際こう取ってみるとですねお客様からは非常に喜ばれて自分がこう頼んだ会社がこんな取り組みをしているっていうことに非常にこう喜んでいただいたお客様が多かったという点が自分としては驚きでした実際にこう取得をしてみると大きな不安はありましたけれども一番こう不安に思わせてしまっていたのはやはり自分なんだなというふうに あの感じたののが一番最初の取得の取りやすさというのは非常に難しいところではあると思いますがいつかこう自分たちがもう少しこう時代が進んで会社をこう担う人材になっていった時に自分が取得をしていればその下の子たちにも取得をあの促せると思うのでまずは自分たちがパイオニアとなって取ってみるということがまず一番大事なことなのかなと。 とても嬉しく思いましたやっぱり育児は2人でやっていくものだと思うのでそこに関しては良かったと思いますご飯食べさせてくれたりとか、まあ、一番すごいありがたかったのは寝かしつけたりするのはやっぱり結構大変なのでそれをやってくれたのはすごく大きかったです育児って私がこう出産する えと前の印象とは違ってやっぱりものすごく大変なのでそこをやっぱり一人でやるっていうのは難しいかと思うので旦那さんにも協力してもらってやることがすごく大事かなと思うので是非今後男性の方も育児休業を取っていただけると世の中のママさんたちはすごく助かると思うので是非やっていただけたらいいかなと思います。 育免休業から復帰してから一番変わったことはどうううすれば仕事がスムーズにに完結できるるかということいこを考えるようになりました私の仕事は一人で完結できることではないので私の手が離れた後に誰のところに行くのかそして最終的にお客様のところに行く際にはどうすれば一番喜んでいただけるのかその最短のルートを常に考えるようになりました。育免休業を取るにあたって お休みをいただきますので、そういった仕事の改革のきっかけになったと思ってます。はい。今のが営業の事例でした。次はあの設計の方の事例を聞いていただきます。制度がはるっていうのをインスレターを見た時には、まあ。 素直にやったよっったよしゃっていう気持ちが一番ままず真っ先に来ましたちょうど子供が生まれて、まあ、私たち夫婦共働きで、まあ、頼る両親も近くにすぐ呼べる距離にないので夫婦二人でどうにかしていかなきゃいけないなどうしようかなと思ってた矢先の工、えー、面休業の知らせだったので、まあ、これは取るしかないなと妻のこう職場復帰に合わせていろいろしたいなっていうところはまず最初に思いました。 やっぱりなかなか育児休業を男性が取るってこと自体そんなに聞いたことがなかったのでああうちの会社すごいなっていうのも同時にも思いましたしなかなかまだ取る取得者がそんなにいない、まあ、先駆者になるので、まあ、分からないことも多いですけれどもまあちょっと飛び込んでやってみてあの経験してみようっていうのが率直な思いでした両親なんかはやっぱり時代が変わったねやっぱり私たちの両親の時代は父は仕事母は家事 っていうやっぱりこうまあ、男と女のあり方みたいなのが昔の古い感があったかもしれないですけどあのまあ育児休業なんかもそういうのも率先してやるいい会社だねっていうのは特に母親なんかはそう言ってました。この時期にパパと接することってなかなか昔はなかったからその子供と接する時間パパが増えるのはいいことだねって言ってくれましたね。はい育児休業前はやっぱり家事の割合としては私1の妻9ぐらいの 割合でで多分全然できてなかったと思いますで育児休業始まる前のバトンタッチ移行期間にいろいろ教えてもらってその9の割合の多さにびっくりしてこれをやるのかとびっくりをして育児休業中にだんだん234と増やしてなるべく妻の仕事の負担にならないようにその1ヶ月は10を目指して頑張っていました。 空かう明けっていうのは今までと同じ仕事なのに早く帰れなきゃいけないとかあと朝も早く行けないとかあと家でも思うように仕事ができないっていうことがあるので精神的に不安定になりやすいんですよね復帰前がすごいイライラしてしまったりとか多分それが子供にも影響あるのがすごい心配でゼロにはならないんですけどその不安はでもだいぶ軽減はされました本当に。仕事しながら育児っっててできるのかっていうね そういう大変な時に見れるっていうのはあのお父さんとしての自覚を持つにあたって必要なのかなっていうふうにこの時期に見るっていうことがでこの時期逃したらもうないのかなって私個人的には思っているので男性の方が取るっていうことは多分奥さんの方の精神面でも必要なことなのかなって。私もすごく最初どううしようか悩んで 実際1ヶ月は難しいよなって思いました1ヶ月取るためにやっぱり2ヶ月ぐらい事前に準備を始めなきゃなっていうのはあったので準備はすごく大変でしたね子供のやっぱりこう機嫌の良し悪しとかこの生活のスタイルとかも分かってこないのでまあ1ヶ月というタームで取って良かったなっていうのはすごく今思いますやはり一番不安だったのはやっぱり休業中すぐ仕事に出れない現場に行けない 電話連絡が取れないというところに対する不安が大きかったですただやはり事前に私はアピールをしましたあ、じゃあこれ酒井さんに依頼しようと思ったのもっと早い方がいいよねじゃあこれは育児休暇の後の方がいいよねっていう風に逆に私から発しても周りを巻き込んでまず周りを動かすことから始めました一番あった変化は時間の使い方ですやはり共働きで時間が出社から退勤まで決まってる中でいかに今までやってたことを凝縮して無駄なくできるか そこに念頭を食うようになったのが一番あのすごく感じるところでなぜか業務はそんなに減ってないんですけど残業時間が劇的に減りました実際に私が自分自身で育児休暇を取ってみてちょっと大げさかもしれないですけど絶対取るべきだと思うんですねどのパパも取った方がいいと思います、えー、いかがでしたでしょうかはいえっ、ー、と社員のですね意識の変化マインドの変化とか働き方の り方が変わったとかですね、えー、部下に仕事を任せるとかあとパートナーの方の思いとか、えー、気持ちみたいなものが、えー、結構凝縮されていたんじゃないかなと思いますはいじゃあちょっと残りの時間を使ってですね、えー、男性育休の取得後アンケートの内容を一部ご紹介したいと思います、はい、まずはあの取得者本人に対してです、ねえー、制度の総合評価を聞いています これ2019年、20年、20年、21年ですね。えー、3カ年を比較しております。良かった、良、まあ、かったを含めて良かったというふうに、えー、まとめておりますけれども、結構やっぱり社内でもいいです。ただあの、否定的な意見ももちろんあります。アンケートで取ると、まあ、こういう良かったという回答が97、8ぐらいあるということですね。で面白いのがあの、上司の声ですね。 右上に少し追記させていただいておりますけど、えー、上司に対して部下に,に育休を取得させてよかったですかって聞いたらですね92.3%がよかったというふうに回答しましたでここには書いてないんですけども、えー、部下に育休を取得させるにあたって、えー、不安でしたかと聞いたらですね実に5割ぐらいが不安だと積水ハウスの中でもまだまだ不安がいっぱいあるんですねでも実際取らしてみたら 取っったた人が成長して帰って帰きたとかですねちゃんと時間管理のあり方を考え直すようになったとか部下に仕事を任せて部下が成長したとかですね、まあ、こればっかりじゃないんですけれどもそういう事例がやっぱポコポコやっぱ上がってきたりしますこういうのが働き方改革につながっていくんじゃないかなという気がしています。でこれもそうでですすねね組織のの協力体制です、ね、私先ほどのあの インタビューではありましたけれども、一人でなかなか <laughs> できることではありません、どうしても周りに協力を求めながら、ですね、業務を引き継いだりとか、業務の調整をしたりとかですね、こういったことが絶対的に必要です、これはあのもう積水ハウスは、えっと、男性が、えっと、8割弱、女性が2割強の、えっと、従業員比率なんですけれども、もうそこら中で育休を取っている男性が、最近はやっぱ増えてきました。 まあこういうことを日常化していくことによって必、ね、然的に協力体制とかもうお互い様だよねっていうで自分が取った後ですねじゃあ部下が取る時には全面的に協力しようとか周りにサポートを求めようとかというのが徐々に徐々に広まっていくこれは一足飛びにできるわけではなくて我々も4年回してきてやっとこういうような形になったと結構息の長い話かなと思いますで。職場のコミュニケーションですね これも取りやすくなったやや取りやすくなったというところで5割強のところでですねこの育休休業前と比較して職場のコミュニケーションが取りやすくなったというふうに回答しています若干のコロナの関係があるんだと思うんですけれども2021年少し減っておりますがコミュニケーションがこれだけ半分の人が取りやすくなったということはコミュニケーション活性化にも一役かなっているかなというところです。 はい、で職場の風土も、えー、聞いています、7割程度がです、ね、この男性育休を通じて職場の風土が変わってきたと、まあ、今までは考えられなかったというようなところですね、有給5日義務化、あの時も会社からすごい悲鳴が上がったんですけれども、えー、それとは比にならないぐらい、1ヶ月取りましょうみたいな話って、もうあのちょっと吹っ切れた感じかもしれませんが。えー まあ職場の風土変わっっててきたたよよねっていうう話はそこら中で聞くようになりました、まあ、あの育休だけではなくて最初にお伝えしたようなえ我が家を世界一幸せな場所にするっていうビジョンのもとにですね授業の幸せを本気で社内で考え始めています、まあ、ここがですね組織の風土をえー一番変えている要因じゃないかなというふうに思いますはいちょっと最後になりましたがえ男性育休の取得促進がもたらす価値 を一つの図にままとめてみました、えっと、第一はこの左上ですね従業員本人それから家族の幸せ、えー、絆、えー、安心感この辺りをですね、えー、一番大切にしたいというふうに、えー、思って始まった制度ですでそれをしようと思うとですねやはりこの右上の方にきまして休むという行為をしようと思えば仕事の見直しをしないと、えー、休めるもんではありません、まあ、あの皆さんの 企業や組織でもですねよく見すると思いますけど業務の俗人化とかですねあの人しかわからない仕事があるとかですねこういうのってコロナで急に出勤できなかったりとか、まあ、病気や介護いろんなことありますけども突然やってきますただ育休はですね準備期間が23ヶ月ありますこの準備期間で仕事を見直して俗人化の脱却とか えっと複数担当制にして業務を切り替えていくとかですねこういうことができないともうこの大介護時代を含めて、えー、突然人がいなくなるとかっていうことに対応できなくなるというふうに思ってますのでこのあたりのマネジメントの訓練という意味でもですねこの育休ってすごく、えー、貢献してると思うんですねもちろん家族の幸せも、えー、輪が広がっていきますし、えー、仕事の見直しにも貢献できると。でそういうい会社って 先ほど ESG の話じゃないですけれども ESG 投資そこの銘柄で,です、ね、結構価値が上がっていったりブランド価値が上がっていくとか新卒採用の就活生から聞いてもですね、やっぱり積水ハウスで、まあ、去年取ったアンケートでいくと5割以上の男性社員新入社員がです、ね、育休を取得している会社だからということで入社してくれたりとかしていますし、えー、優秀な人材の定着にもつながっているんじゃないかなと。 でえー、我々住宅メーカーですので、えー、営業や設計がです、ね、先ほどのインタビューじゃないですけれども育休、えー、を取るとです、ね、やっぱり、えー、暮らしを提案している最前線の人間の、えー、トークの内容とかです、ね、お客様の共感力がぐんぐん上がっていくと特にあの家づくりの時ってあの子育て世代を対象に営業させていただく場合が多いんですけれども。 その子育て世代に対する共感力がですね他社と全然違うとそういう会社からやっぱり家を買いたいというお客様が感覚的には増えてきているんじゃないかなという気がします。こういうあの育休を取得促進することによってですねまあ最初にお伝えしましたが男性の家庭進出が女性の社会進出につながっていくと女性活躍と。 ということで女性に対しては本当に申し訳なくてですねもう頑張ってるのにまだ女性活躍って言い続けるんですねと男性も頑張ってくださいという話はよく聞きますここでやっぱり男性が、えー、と家庭に進出して、まあ、あの男性女性関わらずですね育児や家事は家族みんながやるもんだと,、えー、と性別の明かり分担意識をですねいわゆるアンコンシャスバイアスを取っ払ってちゃんとやっていかないともうこの共働き世代 Z 世代なんかそうですよね、も、えー、と元も働きせないと生活できないような感覚で、もとも働き当然ですという人たちが企業に入ってきますので、そういう人たちのためにもです、ね、こういう育休制度をしっかりしていますということが、次世代を育てる一つになるんじゃないかなというところを思っています。その他もろもろですね、こういうところでお話をさせていただくことによって、まあ、少しでも社会のお役立てができればということで、活動を展開しています。 はいえちょっともうお時間来てしまいましたまだまだお伝えしたかったことが山ほどあるんですけれどもえっ、ー、と一旦このあたりで私の話を終了させていただきますご清聴ありがとうございました森本様ありがとうございましたそれではここからは質問の受付する時間とさせていただきますえー、せっかくの機会ですので皆様の中から質問が終わりの方は挙手をいただければと思います係の者がマイクを持って伺います ご質問いかがでしょうか山口働き方改革支援センターの武藤と申します本日はありがとうございましたとちょっとあの最初の方のお話の中であの奥様の方の意識があのちょっと自分がやればいいっていう風な別に働いてくれたらいいとかその辺の奥様の方の意識を変えるためには何かや,やられたことっていうのはあるんですか、ね、はいありがとうございます えっとなかなかダイレクトに、えー、パートナー、妻のか、まあパートナーにですね、われわれから何かメッセージを送るって、なかなかやっぱり難しいんですね。なので、えー、っと最初にあ、ごめんなさい、ツールとしてご紹介したこの家族ミーティングシート、これ、実はこの2枚だけじゃなくて、社内の運用では1枚目に家族に当てたメッセージ、ダイバーシー推進部長が出しているメッセージを書いています。これはあのセキスがなぜ 男性育休の取得促進やってるかとかですねこの機会にぜひ家族の絆を深めてほしいとかですね、まあ、そういうメッセージを会社が、えっと、家族に宛てて出しているっていうところを、えー、ちゃんと見せ,見せるというところでさっきの,この取得計画書を、ね、ここ右下の署名のところもそうなんですけどもやっぱり会社が真剣にこの育休を取り組んでますとなのであのもう夫は働いてくれたらいいとか。 そういういことでもなくてあのちゃんとここで家族の絆を、えー、っと深めてほしいんだという、まあ、会社のメッセージをです、ねえー、家族宛てに出しているというのが、まあまあ、せめてそれぐらいですかねなかなかダイレクトにはできないんですけどそこで、えーっとまあ、パートナーの方にも思いを分かってもらうということをやっています。 すみません、お答えになっているかどうかわかりませんか。ありがとうございます。あの会社側の本気度っていうのを、そういうことで示されたっていうことなのかな。っていうふうに理解いたしました。ありがとうございます,、はい、す。ありがとうございます。その他、皆さんいかがでしょうか。すみません、今日は貴重なお話ありがとうございました。えっ、ー、と、先ほどですね。 開示をされているっていうんで、あの家族ミーティングシートの方は開示をされているということだったんですけれども、さっき画面に出ましたあの、えー、計画書ですか、男性育児育休計画書、はい、これは開示はされてないんですかね。えっとはい、これはあの結構上の方にですね、社内のなんか事情をいろいろ書いたりとかしてますので、なかなか開示をしても 皆さんに当てはまることが少ないですねなので、まあ、社内の運用のためのシートとして使っているという意味で現状はこれは公開はしてないですね。 それとです、ね、先ほど来あの育休を取得した,れた方とそれから上司の方のアンケートっていう部分があったんですけれどもそれ以外の例えばです、ねえー、最近ですとなかなか妊娠したいけれども妊娠できないという妊活中の方もいますでどうしてその育休を取得する人子どもを産んだ人だけが差別されるのっていうような社内的な意見というのはないいですかはい、ありがとうございます。 あのおっしゃる通り、あり公平性とか、まあ、平等もそうかもしれませんが、えっと、特に積算数の場合は育休を取った人はプラスアルファで年給が付与されているような形になっていますそういう観点からいきますと、えー、先ほどの妊活とかもしくは、まあえー、不妊治療で休みたいのにみたいな話とかもたくさん出てきますねあの病気で休むときになんで有給なくなってくれないんだみたいな。 あの確かにおっっしゃる通りですすそういうい声も上がててきていますただ一方であの今育休男性の育休は結構経営戦略的に今やってまして働き方も変えていきたいし男性の育休取得がいろんなことに波及効果があるというのはもう目に見えて分かっていますのでちょっと今あの尖ってますけれどもこれをまず 社内に浸透させれば育休に限らずいろんな事情で休みたいという方が出てきてもですね、えー、対応できるような企業,企業の体質ができるんじゃないかと本気で思ってますなので男性育休の次のステップで、えーまあ、今言われているようなサバティカル休暇例えばですよなんか学び直しのための休みの制度とか、まあ、今世の中にたくさんありますけれどもそれをどうと展開していくか っていうようなところもですね含めて今検討してましてあのやはり何かをやろうとするとそれのメリットを享受できない人から不公平だと言われるのはもうあの何をやってもそうだと思いますなので一旦これでえっと社内に定着させて次へ次へというあの橋渡しができるような流れも含めてこれから社内にそういうメッセージが発信できたらなとは思っていますただあのあんまりまだできてませんけれどもあのおっしゃる通りですねそこは。 あの甘んじて、あの受けておりますというところです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お時間となりましたので、えー、ここで。第一部公演は終了とさせていただきます。森本様ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。